皆さんはトイレットペーパーのシングルとダブルの違いをご存知ですか？まあ1枚ものか2枚重ねかということなんですけども、シングルの場合は表と裏があります。これ製造工程上どうしようもないんですね。で、表はツルツルで裏はザラザラ、そういう風になっています。ですから、少しでもお尻を優しく拭くためにはこういう風に出してしまうと裏側で拭いてしまうのでザラザラした面で、拭いてしまうということになりますので、シングルの場合は内側に折るようにして表が外に出るようにして拭いた方がいいわけですね。一方ダブルですね、これはどちら側も表側が外に出てます。ですから、表も裏もツルツルした面を使うことができますので、こちらはあまり気にせずどちら側で引っ張っていただいても構わないというふうになっているわけですね。まあ、めんどくさい方はですね、ダブルを使う、その代わりシングルに比べるとかなり早くなくなってしまいますので、そこら辺はよく考えてですね、シングルかダブルかを決めてもらったらいいと思います。